こんにちは、シグナルフラッグ Z です。食卓のシーリングライトを買い替えたいと何年も思ってたんですよね。未だに蛍光灯のままです。LED が当たり前になった昨今ですが、こだわっていたポイントがあります。それは炎色性が良いこと。白い光は色を混ぜて作ります。青色 LED がベースとなっていくつか種類があります。青と黄色がその一つ。自転車や安い LED ライトがこのタイプです。白く見えるけど赤と緑の成分がありません。血色の悪い肌色、まずそうな料理に見えちゃいます。赤、青、緑はおなじみの光の三原色。赤と緑をどうやって作るかでお値段が違います。最近の照明器具は平均炎色評価数 RA という値が書かれています。 RA100 が自然の光です。最近の照明は RA80 台が普通のようです。色のプロの仕事部屋では RA90 台の照明が使われているようです。ちなみに蛍光灯は RA70 以下です。炎色性が良くて明るさが調整でき、色合いも変えたいと探すと候補がどんどんなくなります。このビデオ作成時、調光調色を選ぶと RA は80くらいになります。今回はスポットライトタイプの照明が欲しかったんです。昔はプロジェクターを使っていました。またプロジェクターを復活させたいので、光が部屋中へ散らばらないスポットライトが良いのです。いろいろ考えるとシーリングライトでは欲しいものが見つかりませんでした。今回はスポットライト LED を4つつけることにしました。スポットライトの場合は発光角度も選ばなくてはなりません。狭めの40度にしてみました。リモコンでコントロールできます。スポットライトを天井に取り付けるのにダクトレールを使います。ダクトレール用の電球ソケットも買いました。ライティングレールとも呼ぶみたいですね。ソケットの色は白で良かったんですけども、 YouTube のビデオにした時に目立たないかなと思って黒を買ってしまいました。まあ天井なんか見ないから何色でもいいと思うんですけどね。つけてしばらく経っちゃえば忘れるからとか言ってると家族に怒られます。次は大物のダクトレールです。シーリングライト用の引っ掛けローゼットに取り付けるタイプです。長さは 1.5 メートルほど。ちょっと大きめのを買いました。色は白です。クリームっぽいのかと思ったら真っ白ですね。さてどうやって取り付けるんでしょうか。位置や角度を調整できるタイプを買ったので微妙に面倒くさいです。カバーの中に取り付け金具が入っているようです。化粧ネジを緩めていきます。なんかなかなか外れませんね。あ、ナットになってました。金属の円盤が出てきました。取り付け金具のようです。金具をばらしていきます。2つに分かれました。この部品はまた2つに分かれそうです。3つの金具がありました。ここには長い木ネジがついています。ダクトレール側には調整ネジがあります。緩めると引っ掛けシーリングの位置を調整することができます。テーブルの真上に引っ掛けシーリングがなくて少しずれた場所にあるんです。だから調整できるのにしました。電源ケーブルがたるまないよう引っ張ります。位置は取り付ける直前に決めて固定します。角型引っ掛けシーリングだったので付属の金具を天井にネジ止めします。照明の重量を支えるのはこの金具です。ネジがしっかり効いていないと照明が落下する可能性があります。埋め込みローゼットならこの金具は必要ありません。今回は以前の照明の金具が使えました。次はダクトレールの向きを調整できるようにする金具です。この部品で向きを調整するわけではありません。大雑把に90度の調整可能な向きを決める部品です。
ここにシールが貼ってありますね。これだとこの範囲でダクトレールの向きを変えられます。90度向きを変えることができます。これでダクトレールはこの向きに調整できます。向きが決まったら固定します。少しずつ交互に締めていきましょう。ガタつかないかチェック。そしてダクトレールを固定する金具をつけます。ダクトレールの向きを調整できます。この部品に向きはありません。確実に締め付けます。取り付けネジが回ることを確認。いよいよ本体の取り付けです。取り付け前に位置を確認します。この辺ですかね。持ち上げながらなのでちょっと力がいります。ネジを締めます。ケーブルがたるまないよう引っ張ります。余ったケーブルは巻きつけて処理します。なんかでかいなと思ったら引っ掛けシーリングがついているんですね。使わないので外します。それでは本体の取り付けです。ここも力がいりますね。引っ掛けシーリングにはめ込みます。あとはカバーからネジが飛び出せばいいんですけど、ネジが見えません。ついた。一人でやる場合、ナットを持っていないとやり直しになります。気をつけてください。仮止めしたらダクトレールの向きを調整します。これでいいかな。よければネジを本締めします。これで固定できました。最後にダクトレール両端についている足を回して天井に密着させます。取り付けできました。位置や向きを調整できるタイプを買ったので金具が複雑でちょっと面倒くさかったです。電球をつけるとこう。電球のリモコン設定もあるんですが、ビデオが少し長くなったのでそれは次回に持ち越します。今回のビデオはここまで。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いします。